クルリンバス。クルリンバスは東京都立川市が運営するコミュニティバスである。立川市では市民バスと称している。立川バス浄水営業所に運行を委託している。2002年平成14年12月、点在する行政施設への市民の足として誕生した。立川駅北口の市街地再開発地区にある立川市女性総合センター。 立川市明け町2丁目を起点とし、JR 中央線の北側を巡回する北クルリン、北ルート、南側を巡回する南クルリン、南ルートが、それぞれ1時間おきの運行で始まった。しかし最も交通機関の少ない市北西部のルートが、なく、市民からの要望も強かったことから、2005年、平成17年12月、西クルリン。 西ルートを新設するとともに、北ルート、南ルートも見直しがされた。2005年12月の見直しでは、従来から北ルートと南ルートの接続拠点であった女性総合センターのほかに、西部廃島線武蔵砂川駅の南側に、新たなバスプールが整備され、北ルートと西ルートの接続拠点となった。また、南ルートは循環路線から、 往復路線に変更され、始発停留所が立川駅南口に変更されることで、立川駅からの利便性が向上した。しかし、北ルートは武蔵砂川駅に乗り入れることで、接続路線としての意義を増したものの、立川駅からの利便性向上は図られなかった。さらに、2010年、平成22年5月の市役所移転に伴い、 北ルートの路線を一部変更し、立川市役所と裁判所前にも停車するようになった。2012年、平成24年7月からは、西ルートを、松中団地奏車場で、西西ルート、西東ルートに分割して増便。西西ルートの西部立川駅北口への乗り入れと、南ルートの昭和天皇記念館乗り入れ、一部便のみ、も開始された。 1>, 1日の乗車人数は2007年度、平成19年度から2011年度、平成23年度まででは、北ルートが300人前後、南ルート、西ルートはいずれも200人前後であった。2014年度、平成26年度の乗車人数は次の通り。2016年、平成28年5月、コミュニティバス、クルリンバス再編計画を策定。 同年9月1日より、ルートと運賃を改定して、実証運行を開始した。同計画では、運行継続基準を設け、1年間の実証運行を行った上で、終始率30%を満たすルートは、本格運行に移行すが30、30%を下回るルートは運行廃止についても検討するとした。再編計画による主な変更点は、次の通り、 2017年8月31日まで実施した第一期実証運行の結果再編計画で掲げた終支率30%の運行継続基準を満たした西砂ルートと西木ルートは2018年3月1日から本格運行に移行した一方同基準を満たさなかった一番ルート砂川ルート明けぼのルートについてはルート変更 ダイヤ変更等の経費節減策を講じた上で、実証運行の延長、2019年2月末までを行うことした。その後、2019年8月1日から西砂ルートと一番ルートを統合し、砂川ルートと明けぼのルートを本格運行に移行した。2016年9月1日改定、2019年8月1日改定、主な停留所の未記載、 詳細は、クルリンバスの運行についてに掲載されている各、ルートの運行ルート図と時刻表を参照。武蔵砂川駅ロータリー内へは2019年10月より乗り入れ予定。路線再編前の運賃及び、路線2016年8月31日までは、次の通り、運行経路は再編直前のもの。2002年12月の運行開始時は、 ノンスステップバスの初代ポンチョが導入された。その後は、車両代替により、二代目ポンチョが使用されている。立川バスの標準色バスが代走することもあり、この場合、基本的には、小型車だが、稀に中型車が投入されることもある。いずれの場合もロゴシールを重複し、クルリンバスであることを示す。専用車には白地に、ピンク色で、 クルリンバスのロゴとウサギのキャラクター、クルリンのイラストが描かれている。作者は立川市在住のデザイナー、鳥沢安寿。なお、クルリンはコミュニティバスの運行開始時にクルリンバス専用キャラクターとしてデザインされたが、2012年、平成24年立川市により、立川市キャラクターの全国公募が割れ、既存のキャラクターを含めた市民投票の結果、 立川市の公式キャラクターに選定されたという経緯がある。自治体のゆるギャラを車体にラッピングするコミュニティバスは数多いが当初コミュニティバス専用に制作されたキャラクターが市民の人気を集め自然体の公式キャラクターに昇格した例として特筆される。立川駅北口のペデストリアンデッキにようこそ立川へという文字を掲げた。 クルリンの立像も建設された。また着ぐるみも制作され、市内を中心に各地のイベントなどに出演してる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。